この子がですね、あの3歳のトントントントロちゃんですね、女の子ですね。佐賀競馬で走ってました。こっちこっち、はい。瀬戸内市牛窓町に去年12月にオープンした慶明牧場、運営するのは野崎圭也さんです。本当に美人ですよ、3歳のね。メスのトントントントロは佐賀競馬で競走馬として走っていました。人懐っこく優しい性格が競走に向かなかったのか、成績は実戦0勝、結果が出せず食肉用として売りに出される寸前に厩務員から引き取りを頼まれました。もう一頭のグラマーは一勝したものの、その後は良い成績が出せず野崎さんの元へ。一回も勝てなかったらやっぱ競馬としてはちょっとダメなんで、あとはじゃあ乗馬クラブに行ったりとかで、乗馬クラブもやっぱ適性がありますから、やっぱ適性がなかったらやっぱどうしてもお肉になる可能性がやっぱありますので、行き場がもうなかったですね、この子は。2頭の飼育は野崎さんが牧場に住み込み一人で行います。1日4回の餌、馬房の掃除、馬の手入れ、ほぼ24時間体制です。事務所がありますんで、ずっとそこに待機してですね、一応あの24時間体制でご飯の買い出しだけ夜にちょっと出て、で夜10時にご飯買い物して帰ってきて、またこっちのご飯投げてみたいな、であとは SNS を更新して寝るみたいな、もう本当にそういう生活してますね。生き物を世話するっていうのは、はい、もうちょっと身を犠牲にしてじゃないですけど。今は大人1人500円の入場料や馬の餌やり体験などで運営資金を賄っています。やっぱりゴールデンウィークとか遠方から来てくださって、やっぱり名古屋とか大阪とか佐世保からも来てくれたりとか、 SNS ですごい発信してるんで、結構全国からね来ていただいてるんで、すごくそれはありがたくて。なかなかサラブレッドと触れ合えるところってないじゃないですか。やっぱここに来たらやっぱさ、あの触れ合い体験とかもできるんですよ。穏やかな気持ちになって帰れるっていう。野崎さんは以前県内の乗馬クラブに勤めていた頃に養老牧場の運営を計画しました。せっかく人のために頑張ってきた馬をやっぱ人が走れないからって言って、あのどっか行ってしまうっていうのはかわいそうですから、それをちょっとずっと疑問に思ってたんですよ。サラブレッドの寿命は20年から30年。このうち競走馬として活躍できるのは長くても10年以内です。一頭でも多くの引退馬が穏やかな余生を過ごせるように、慶明牧場はそんな野崎さんの思いが込められた養老牧場です。